方転換してこっちも近いのね。方転換してこっちも近いの。でこれ感じてるって感じ。感じてるの。ここでこっち自由にするの。こっち自由にしていろんなことができるように。で この手いなくなったらさよなら、別に関係ないの。だからこう重みがここに来てんので、力でギュッてやらないようにして、外れちゃった瞬間にこう崩れないようにこう来てこう変わった時に、これ外れようが外れまいが関係ないの。力が入ってようが力の向こう行ってようが関係ないの。自分が姿勢変わんないの。姿勢変わんない。で、ね、こう姿勢変わんない。そして感じてる。彼の出る方向を感じてる。で、この手は自由。ボガってできる。できる。そういう状態で、こう、ね、こう腰だけ返す。こう来て、こっち乗り換えたの。乗り換えて、腰だけ返す。乗り換えて。乗り換えて。で、自然とこれ切れちゃうね、こうやってやれば。持ってて。ここでやったら切れないの。でも、こっち入っちゃうと切れちゃうから、自然と。ほら、切れちゃう。しっかり持ってって言ってても切れちゃうの。こうやって。自然と切れちゃうの。で、切れちゃうときに乗り換えるの。と、こっち自由でしょ。この手ね。で、こうほら、いろんなことできるの。で、これはこの手で彼を気づいてるってことが大事ね。こうやって気づいてるからいろんなことができるの。こういろんなこと、いろんなこと、いろんないろんないろんなことができる。気づいてるからで、今度こっち乗り換える練習。正中線。こっち自由。これあんまり離れないようにこうね。でこう上げようとしてんの。彼は上げようとしてんだけど持ってんので、本当はこの手がなかったらボカってこうボカってやられちゃうの。でも手があるからこうね、こう行かないよって、こっちやだよって。でほらこれ気づいてんのね。これ気づいてんの。でこう気づいてんの。そういう練習、そういうための練習。今度はじゃあ転換してこっち乗り換える。そういう練習。じゃあやりましょう。あの大事なのはこっちの手なの。でこの手は取られちゃってるから何にもならないの。何にもならないってか、こっちの手はあんまり関係ないの。こっちの手の意識が大事なの。でこの手こうやらないよね。普通こっち入ってくるから自然と取れちゃったの。だこれ自由でしょ。自由な手に意識持ってってもしょうがないの。やっつけるときは必要だけど、大事なのはこっちの手。こう入れ替わって、この感覚が大事なの。それを掴んでくださいっていうふうに言ったの。あの、この手が大事なの。で、この手来るから、こう。ね、来るから、ほら、やっつけちゃってる。そういう感じ。だからこの手が大事なの。この手。この手がこう、ほら。こっちの方が大事なの。この手はもたれるしか方法がないんだから、こう入れ替えちゃったんだから、こうやって。この手関係ないよね。自由だよね。で、いろんなことできんの。いろんな、この手、いろんなことできんの。でも、意識を、この稽古で大事なのは、この、ね、この手なの、この手。この手の感覚持ってんの。で、持ってるからこうやってできるの、ほら。ね、できるの。ね、なんでも、この手なの。こっちの手、乗り換えた手ね。そういう話。じゃあもう乗り換えの練習だからね。あの地下鉄乗り換えのと同じ。こっちの手ずっとこうやっての乗り換えなきゃいけないのに、こうやってこの手でなんかやってやろうと思ってね。これ行き止まりなんだから、これ行き止まりだから乗り換えたの。こっちに乗り換えたの。こっちにこうやって乗り換えて、でこうやって回ったの。したら何もこの手なんかやってないよね。この手掴まれた手をさ、なんかやっつけてやりたいってこうなっちゃってんだ。じゃなくて乗り換えの練習だから。この手無駄だから、わあ無駄。ほらこっちの手に乗り換えたの。でこっち自由にしたの。この手自由。何でもできるのこれ。ポカッてやって、本当はここで終わりなんだけど、こっちの方が大事だっての話。こっちの方が乗り換えた手の方が大事。乗り換えた。
で、この感覚、こっち上がってんの。これ離れてるボカってくるのか。腰回してボカって、ボカってくるよね。だからこの手で押さえてんの、こうやって。押さえてんの。押さえてて、一緒にこうやって立ってたの。だ乗り換える練習だから、乗り換え。地下鉄みんな乗り換えてんじゃん。地下鉄こうやって乗り換えてんだよ。こっちの手からこっちの手に乗り換えたの。意識はやっつける手はだよ。やっつけるんだったらだよ。やっつけるのこうやってね、彼は持つしかできないの。持って引っ張り込むか押し込んでくるか。引っ張り込んでくんだったら引っ張っていいよ。引っ張っ、ああこうなっちゃった。でボカってくるの。普通はね。でも来た時にほら乗り換えちゃったの。こっち自由。そしてこういう風に回ったのだ。これって何もしてないの。そういう話。今度じゃあどうしようか。こうやって出すのはいらないから捨てんの。こうやっていらない。この手いらないね。この手、この手感じてるから。乗り換えてこっちの手行くんだけど感じてるから。これ上げようとしてんの。上げよう、彼上げよう。ああそっち行きたいんですか。行きたい方向にやってんの。彼の行きたい方向、行きたい方向、はい行きたい、あっち行きたいんですかって。後ろね、これも感じてるから、感じてるから、いらないよって、いらないよって。僕のこの手欲しくないの。いらないんだよ。それでこうやって出てる。何もしてないの。これ何もやっつけようと思って、ってやっつけようとしてない、やっつけようとしてない。この手を知らないよ、いらないな、いらない、そっち行きたいんですか、あどうぞ行ってくださいって。彼に、彼がやりたいようにやってんの。やってんの。こうやってやりたいの。ほらほらほら、あちょっと上から入っちゃったけど、こうしたらね、こうやってこうやってこうやって、そういう話。乗り換えの練習だからね。じゃあ乗り換えの練習もちょっとやってみましょう。こうね、この手が欲しいと彼の方行っちゃうの。こうやって欲しいって、これ欲しいの、彼この腕。いらないんだ、これいらないってのは向こう捨ててんの。こうやってほら捨ててんの。捨ててるってことは彼の方に行っちゃったらこうやって取れないの。捨てる手だからこっちへ出してんのね。こっちへ乗り換えたので、いらないから向こうへ出す。捨ててんの、ほら捨ててんの。これをこっちへ行っちゃったら詰まっちゃうんだから、行かないよね。この手を向こうへ捨てたの。ほら乗り換えて捨てる時は向こうを捨てたの。それでその間に入っちゃったの。だこの手を欲しいとこうに入っちゃうの。これできないの、これ下なんか脇なんか取れないんだから。これこっちへ捨ててんの。こっちへ。彼がここを通り越して向こうへ行ったの。だから向こうへ出したの。向こうへ出したの。どこいらないから捨てたの。こういう状態。それからずっとここに入ってきたの。こういう、だから捨てること、捨てるとにこうやってカッ、捨てれないよこれ。捨てる、こっちの手があんだから、これ膝もあるし肘ね、そう来ちゃうね。だから死角に入って向こうへ捨てたの。向こう。それでこう入ってきたの。そういう風にやってほしいんだよね。捨てるっていうのは捨てる。じゃあもう少し、もう捨てるの捨てる練習しよう。実生活ではみんな捨てれてんだと思うんだけど、これ捨てるの、これこっち捨てるの、捨ててこっち出すの、捨ててんの。これ欲しかったらこうなっちゃうのね。こうやって捨てたらしちゃうね。これ捨ててんな、これ捨てて、ほら捨ててるから後ろ取れんの。後ろ捨ててるから、こっち捨ててるから、彼のおへそは向こう行っちゃって、向こうそのまま行っちゃったの。そのままこうなっちゃったの。捨てるの練習、捨てる、こう来たら捨てるの、これ捨てるの、捨てる、さっさこっち捨てんの。来た方向にね、こっち行けないよ、これ捨てれないよな。彼こっち来てんだもん。だからこっち、同じ方向に捨てるの、同じ方向に捨てるの。行きたいんですかって、どうぞあちらへどうぞ。通り越して、はい、向こう、あちらへどうぞ。彼が行きたいんだから、彼捨てられたいの。
捨てられたくないのかもしれないけど捨てられたいの。だからいなくなって、いなくな、正面からいなくなって向こうへどうぞって、そういう感じ。あのね、捨てる意識ってすごく大事なので、捨てる意識って習ってないの今までね。で、捨てろって言ったら多分相手じゃ僕が初めてなんだけど、こう来たろ捨てる、ほら捨てる、もう捨ててんの、邪魔しないで、彼コントロールしてないの、こうやってコントロールしないで、彼行きたいんですかと、私行きたいんですか、どうぞどうぞ行ってください、そういう感じね。でいなくなって出たの、ただそれだけ。じゃ捨てる意識もう少し練習しましょう。彼の手が欲しいのはこういう方姿勢なので、これを取って同じ方向にこうやって投げたら固まっちゃうんだよね。で彼来てたからわーっと、どうぞ向かって向こうってつなげてなきゃダメなの。だからそれ止めちゃダメなの。気持ちいい、ほら気持ちいないんだもん。だから向こう行っちゃったの。だからそれを初心者のうちはしょうがないのかもしれないけど、こうやってやってないの。彼が来てんだからほら行ってくださいよって、そういう形つなげてんの。来てしょ、ほらつなげてんの。だ全然妨害してないの。彼の妨害しちゃダメ。妨害してるの、これ妨害してることなんだよ。だからね、妨害していなくなってほら行っちゃったの。だから全然そのタイミングは全然ちょっと違うんじゃないのって感じなんだけどね。相手の方行っちゃったらダメ。彼の行きたい方に邪魔しないで、どうぞあちらへって。そう、邪魔しないの、来たんだからそれ止めないで、邪魔しないで、どうやってさばいていきますか。あのさばき方いろいろあるので、こうやってほら全然邪魔なんかしてないんだよ。そしてどうでもいいな、足なんか自分で習ってるってか、子供の頃から歩きを練習してんだから、邪魔しないで、ほら邪魔しないで、これやってるだけ。ただ何しろ足のことなんか気にしない、手のことなんか気にしない、何しろあちらへどうぞ、あちらへどうぞ、捨てる、あちらへどうぞが優先。足のこととか手のこととか、どうやって手作りましょうかって関係ねえから、ただあちらへどうぞって、そういう気持ちが大事なの。それ大事だからね。じゃあもう少しあのね、いや本当は取りに行くんだよね、取りに来て、ほんでこうやってがっちり持って、じゃあやってみろって言われちゃったんだけどね。いや言われちゃう人もいるので、これはがっちり持って、彼が安定しててがっちり持って、さあどきましょうって、どけないんだよね。だから彼がこう離れてる時に、離れて取りに来た時に、まさにこうやってんの、いなくなるの。これこうやってやって持たれちゃったらできないの。彼引っ張り込んでいきたいんだから、引っ張り込んでいきたいんだから、それをこっち出そうとする。どういてもできないでしょ。だからいろんな稽古があるんだけどね。だから最初のうちは持たせてもしょうがないよ。しょうがないけど、少し上手くなったら同じスピードでこう、ほら、おっとっとが大事なの。おっとっと、彼おっとっとにすることが目的なの。これおっとっとじゃなくて、おっとっとじゃないの、これ。ほらすごく難しいの、これプロでも難しいの。これ引っ張り込んでくるんだから、引っ張り込んできた時に一緒に出てくるのが忘れるんだけど、それはまだ難しいから、こう行くよっていう時にいなくなっちゃって、あーってこうやりたいのよ。これ簡単だから、最初のうちは。だから最初からそういう難しい技やんないの。こうやって持たれて、はいやって、はいやいやって言ったら難しいの、逆にね。だから来た時にほら、空を切ったの、彼。空を切ってらして、こうやって、それの方が簡単だから言ってんの。こうやって持たせないの。まあ、持たせちゃったら、じゃあいいよ。持たせた時にはこうね、入ってくる。こう。じゃあそれやりましょう。こう空気の一番簡単。で、こうほら、自分安定してる。で、彼、崩れておっとっと状態。これ、こう来ちゃったから、ほら、おっとっと状態で安定してないよね。で、僕は安定してる。それ予定通り。予定通りなのね。
まあいいや。で、こう来た時にがっちり持って、持たして、あ、持たして。たらこう、ほら、ほら、入ってくる。持たれたらどうする？彼は引っ張り込んで、この足使いたい。この手を使いたい。来るんだよね。で、引っ張り込んでくるんだよね。引っ張り込んで。こう、そのままいたらなっちゃうの。だから自分の方が安定してないわけ。安定してるためには、ここをこういうとこ自由にしてんの。で、引っ張り込まれても、引っ張り込んできて、引っ張り込んで、あ、そう、こう、出て、ここ安定してっから。ここが不安定だと、ここが不安定だと、おい、て、無理なんだ。ここ安定してて、引っ張り込んできたからありがとうって、そういう感じ。彼の、だから彼が、彼の意思を尊重してる、引っ張り、でした。そういう感じね。じゃあ上やりましょう。上、勝手か、勝手か、勝手か、彼引っ張り込んでくる。彼引っ張り込んでくる。ああ、ちょっと待って、あれもういいの、捨てちゃってる。まあもう、もうもうもう、もう中村さん偉いらしいけど、やっちゃう、やっちゃっていいの、もうね、思いっきり。まあそういう話そういう話でこそういう話で、じゃあやりましょう。これね、僕がね、例えばこういうふうにやって、四方投げって、四方投げ、四方投げ、こうやってやると、ああ伸ばされちゃったって、これ、このままいったらやられちゃうの、このまま肘壊されちゃったかとかね、ああ痛いよね、痛いからこう防御して、こうやってやりたいのっていうのは、こう縮めたいの、これ伸ばされちゃうと嫌だから、伸ばされちゃったらやられちゃうの、やられちゃうの、だからこう伸ばされるなって分かったら、こうやって直したいので、そこを彼は回ってきたの。それでこういうふうに四方投げね、これ伸ばされちゃ嫌だから、彼は曲げてくるの、そこのところをこういうふうに入ってきたの、スルリンコンって。だから普通は受けの人は稽古の時はこうやって伸ばされて、そのままこうやって伸ばしたままじゃないの、本当はね、本当は伸ばされたままだったら壊れちゃうんだから、伸ばしたままこうやって伸びてたら壊れちゃう、こうやって壊れちゃうね、こうやってやってボキってこう下手やったらボキなんだから、これは伸ばされちゃやばいから、自分の身を守るために自動的にこの手は曲がってきて、こう、あ、手が切れてるねこうね、曲がってくるの、曲がってきたところにここの隙間が見えるので、隙間のところ入ったのと、曲がってんの、これ曲がってんの、そして自分が安定してこうやって落とすっていうのが四方投げの本当の形だから、こうやってカッと伸ばしてんじゃないの、伸ばしてんじゃなくて曲がってんの、曲がってんの、だからこういうに入ってる、こういう、そういう話ね。その辺をやりたかったんだけどね、これこうやって伸ばされちゃうと、伸ばされちゃうと伸ばされちゃうんだから、伸ば曲がってきて、ここは利用してる、利用してんの、彼を補助してんのって言ったよね、利用してんの、こうやって伸ばされ、ほら曲がってきたよね、防御反応、これ防御反応で、防御反応を利用してこう落とす、そういう風に防御反応、彼の防御反応、あ、そうそうね、こうね、で利用して、利用してっからこう曲がってるから、こうこう隙間見えて、こう入った、そういう風にやりたいの。難しいんだけどね、難しいんだけど、そういうことまで考えて、ほら、ほら伸ばされちゃうと嫌だからこう曲がってきたので、こうやって来てもいいよ、あの場所がなかったらね、自分が曲がってこうやって入ってきてるのはすごく良くないから、まっすぐね、まっすぐこうやって、はい、あ、どう、これでもいい、まあいずれにしてもこう、だから受けの人は大事、受けの人は大事ってのは、この受けの人は大事、これこの自然な反応を利用して僕がやってるから、鳥の人のために、受けの人の自然な反応ってのはすごい大事で、こう伸びたれたら伸びてるの、伸びたこうやって伸びたままで、こう曲がってきたら曲がってきたら曲がってきた、そう、まま曲がってきたら曲がってきた、曲がってきたらこう入ってくる、そういう形ね。だ、受けの人に合わせてるの、あ、受けの人の補助だから、わ、鳥の人はね、そういう考え方やった方がいいんだよね。ここ曲がってきたから、ほら、このまま入って
来るとかね。で鳥の人は自分がいつもまっすぐ安定してる、こう傾かないで、こうね、こうね、これ伸びてるから、伸びてるからこっちへ出、こっちへ出してくれば、こうやってこうやってで、こう投げてもいいよ。要は鳥の人は、鳥の人は受けの人の補助しながらこう補助しながらなんかやってるって、そういう感じだからね。こうやって曲がってきたら、ほらこうやって塩投げ、そういう感じ。じゃあ塩投げでちょっとやってみようかね。塩投げ、はい、ちょっと見てください。あのこうでしょ、こう四方投げの時はこのこっち、この線に入りたいわけ。頭がここに入って入りたいのね。でもこれ入っちゃ曲がっちゃうんだよね。だから触った時に万歳させてんの。万歳させたらこんなに隙間があるから、いくらでも回れんの。こうやって回れんの。でもこうやってやって自分が近づいちゃったら、脇締められて近づいちゃったらここ入っていけないのね。だから離れてる時から万歳させてんの。そうしたら回れんの。そういうことまでを考えてなきゃダメあっちの方で言ったんだけどさ、だから触った時に万歳させてんの、こうやってたら入れんの、万歳で。こうやって近づいてから入ってから万歳させれないの、これ。パーッと、そういう時はこうやって下がってやるしかないんだけどさ、四方投げやりたかったら離れてる位置で万歳させてんの。そうだからほら入れんの。そういう風にちょっとコツだけどね。あのみんなちょっと、みんなこうやって並んじゃってからさ、こうやって入りたかった、こうやって並ぶ前に万歳させてんのよ。だからこうやって入れんのよ、こうやって。そういう話だからね、近づく前にもうちょっと四方投げ、あのどうやって万歳させるかって話だから。不用意に近づいちゃったら、彼は脇締めてほらプロテクトだから、へその前にこの手こうやって、でこの手効くよ、この足効くよっていう風にやりたいわけね。その時に僕はこういう風に後ろに近くに入ってこう上げたんだけどね。でこれ近づいていったのね、これね。これ離れていく方法もあるの。離れてこう脇締めてきたら、あさよならってこう離れていくのね。これこのこうかと脇締めてで、こっち使おうと思って、この膝とか来るよね。こう入ろうとしたら来るのね。こう力抜いてポカって来ちゃうの。だからこれ縮められたら嫌だなって、ああ来ちゃうなって思うわけじゃない。だこの線を避けて、この足避けてこっち入りたいわけ。そのためにはこう来たらこう嫌だよって、いや当たっちゃうよって、そっち行ったら当たっちゃうよってなっちゃうから、当たらない方向に行ってるわけ。こうやってやったよ、当たらない方向ね。当たらない、このまま行ったら当たっちゃうんだ、このまま行ったら当たっちゃうんだから、これ当たっちゃうってのはやられちゃうってこと、死んじゃうってことだ。死なない方向、死なないんだよってこと。ほらこっちだったら知らないから自由に逃げてんの、逃げてるって言ってもいいんだけど、まあ、逃げんのほら、そうすると手当たらないよね。だからいつもその瞬間瞬間で自分の体の使い方ってかな、あの処理してんの、あのうまく考えて、ああやばい、それで下落としちゃおうって、そういう話ね。でまあそういうするにしよう。そうすると小手返しできるの、小手返しで、これ小手返しとかこうね、こうつながってればこのままこういう形ね、つながってればこうやって、あやばいなって切れる余裕があれば持ち替えてこういう形でしょ。同じだから、つながってるかつながってないかによっても違うし、でも場所は同じ場所は。それからこうやってつながって、こうやってよいしょってこれやってたら、これ来ちゃうの、あ
ほらまた次次来ちゃうの。こうやってやってこうやってこの手に行ったらこっちほら忘れてから来ちゃうの。だからこうやって振り返ってくる前に振り返ってきあ来たやばいってこうこの手効かないようにしたいわけ。効かないところにいたいわけで、そういうのが優先だからね。食らっちゃったらもう終わり、死んじゃったら終わり。だから死なないように、死なないように、死なないようにこういうふうにやってんの。死なないようにだ、自分が生き残るのね。それは大事だから、それが最優先だからね。最優先だから、こう来たらなるべくなるべくこの手この足安全なところで来るんだったら来る前に落としてる、そういう感じね。そうそういうそういう感じね。じゃあや小手返しでいろいろできるから、場所場所が大事だからね。じゃあやりましょう。あのね、この手この手追っかけると追っかけるとこっちが待ってんの、この肘とか。だからこの手はもう落としちゃうの、落としちゃうの、落としちゃうの、落としちゃうのが一番いいの。落としちゃうってのは下に落とすの、自分の正中線で下に、何しろ下に落としちゃうの、下に下に下にと足が止まっちゃって彼は倒れちゃうの、何しろ下に落としたの。これをこうやってこの手取ろうと思ってこうやってやってる間にやられちゃうんだけど、これだから、だからこの手は彼の重心の下にこういうふうに持ってくれば何もしなくたって倒れちゃうんだよね。で優先してんのはこの横にこうやって回してきたりしたらすごいやばいの。やばいなってこれやれないよね普通。だからまっすぐ落とすんだったら安心、こうやってまっすぐ落としてきてんだから。でそれを利用したら言うなんだ、まあ下に落とすってのはすごい大事。下に落とす、何しろ下、最短距離下、あれ最短距離下、これ一番いいの。一番良くないのは横に振っちゃうのか、ダーダーこうやられちゃうの、やられちゃうの。だから下にこれ、ほら下、下、何にもしてないね、何にも、ただ下に落としたで、相手の方に入ってくるとダメ、これ、これ相手の方がかかっちゃったから、これ自分の下に落とすの、自分の下にこう近づいて落とすの、ここにこれ自分の重心使えるの、そうするとね、こっちじゃ重心使えないの、自分の重心こうやってるから使えるのそういう話だからね。そういうのを、なんていうのかな、合気道と一般のそういう常識じゃないな、そういう工具とか工具の使い方とか全部同じだからね、あの歩き方とか自転車乗り方とか全部共通してっから、同じ原理で動いてんだから、合気道だけ別物じゃない。だからなるべく自分の近くで重心体重使って工具もそういう風に使った方がいいの、これじゃ力入んないんだから。だから力入れるときはグッてこうやってなんか空気入れてもなんでもそうだね。まあそういう話だから、合気道は特別なことやってるわけじゃないから、共通のそういう社会生活でも役に立つんだけどね。まあそういう話、それでこうね、こうね、で下ってのはこの下に落とせんだったらここで落としてもいいよ、下に落とせんだったら。でもね、普通は落とせないの、普通はほら反発するから彼が、ほらこっちやってこない、だから自分が入ってこうやって落とした、そういう話で、相手と自分との関係だから、相手と自分との関係、自分はやりたいけど相手は嫌がってたらできないんだよね、何もね。相手がなんていうのかな、相手が引っ張り込んでくるからありがとうって思うよ、できるの。ただ下落としてるだけよ、これ下に。あれってが引っ張り込んでくるから、あどうぞやってくださいねって言いながらやってんので、彼に同意してやってんのそういうことを学ぶ練習だからね。だから今度はじゃあどうしようかな、下に落としてこようとしたら反発したの、だいいよ、反発これ以上落ちないの、落ちないとこのハンドこっち来てんだよね、こういうふうに脱がしてくるぞ、ほら取れるから、こうやってやってよ、こっち、それからこう出すの、
こっちやって、なじゃあ離れて、あ落ちないよねこれ、落ちないよね、あ落ちないよね、全然向こうほら彼のね、だから自分が入ってでこうに入ってでこう上から下、上から下ね、なるべく近いとこ、遠くだと力入んないの、近いと、近いとほら力入るの、遠いと入らないの、近いと入るので近い、近いの、近いの、ここ近いの、こう近いの、こう離れないの、近いの、ボカってこれも近いので、こういうに伸ばしてきて、これちょっと一挙難しいけど、まあいいや、じゃあやろう、何しろ何しろこう転換してもいいや、何しろ近い近いで近い近い近い、離れてるとダメ、力入んない、こうで詰めない、こう詰めない、こう捨てるんだから、捨てるのね、こっち捨てるの、捨てこっち捨てるの、こっちこっちこっちに捨てるの、そうすると伸びてきたよ、ほら声が出るぐらい痛いって、そういう話なんだよね。じゃあ息を吸うの形でいろいろやってみましょう。あの片手持ちでもいいし、からこう打ってきてもいいよ、何しろ近い近い近いところ来てから落とすの、こうやって遠くで落としちゃダメ、遠くで落としちゃ、例えば少々目打ってきて、遠くで落としちゃダメ、落ちないんだから、ほら落ちないんだから、近く入ってるから落ちる、でも近く入れば入るほどこの手があるの、この足とかこの手があるの、近く入れば、だからこれを効かせないためにどうするか、これこっちに出すの、こっち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 、そうそう出ないよね、これこれね、こっち、そして下を落とすの、それでこうね、そう、まあいろいろあるけど、まあじゃあちょっと息を、息の形で最後に、まあ息は難しいですね、これ持たせてこうね、これはまっすぐまっすぐまっすぐ上に出す練習、まっすぐ上、まっすぐまっすぐ上に出す練習、こうこう上、上ってあっちじゃないからね、こっちだから、ちょうどあの電球の垂直に上ね、90度上、75度じゃないから、上ってとみんなあっち、こうやってこっち出したの、こっちこっちじゃないから、上はこっちだから、こっち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 だから、こっちこっちね、こっち、そういう練習だから、上上下ね、上下下下下ってのはこっち、こっちじゃないから、ここだから、ここが下だから、ここ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 、上は向こう、真上ね、真上が上、そして下下下、じゃあ練習しましょう、どうぞ。